はい、始まりました。もてっちゃんです。さあですね、出張先のホテルから緊急動画でございます。はい、新潟大学で入試の採点ミス、合格者を不合格に、ミス判明後の6月に合格通知とですね。はい、まあ大きなニュースとなっているのかな。まだニュースが大きくなる前なのかもしれないですけど、テレビとかでもきっと流れていると思うんですが、新潟大学は18日2023年度の一般入試前期日程で採点ミスがあったと発表しました。その後合格判定を行い、6月に不合格になっていた受験生1人に合格通知を出したことが分かりました。6月に届いちゃってもう何もできなくないですかっていうね。遅すぎでしょう。もう大学決まっちゃって行ってたらどうするの。まあもし浪人してたらいいかもしれない。でも浪人のその費用も払っちゃってるかもしれないよね。2023年2月25日27日に行われた2023年度新潟大学一般選抜試験前期日程で、大学入学共通テストの得点と個別学力検査の得点を合算して合否判定資料を作成すべきところ、共通テストの数学で簿記、会計または情報関係基礎の科目を選択した受験生2人について共通テストの得点が合算されないまま合否判定資料が作成され、資料に基づき誤った合否判定が行われたことが判明しました。うん、なるほどね。つまり普通っていうのもあれですけど、まあ数学って選択するものがあるんですよ。で、あんまり選択する人がいないのがね、この簿記会計とか情報関係基礎のところなんですよね。だからよく回答速報とか出てるのもここ飛ばしてたりするのあるよね。動画とかもそうですね。解説動画とかってここ飛ばしてることが多いですね。選択する人が少ないんで。わお。で、それでも OK な入試なのに、それを選択しても OK な入試なのに入れなかったってことですね、点数を。そりゃダメでしょう。はい、ダメです、それ。新潟大学は改めて共通テストの得点を個別学力検査の得点に加え合否判定を行い、当初は不合格となっていた受験生2人のうち1人を合格にしたという。なるほどね。6月1日から入試の成績の情報開示を行ったところ、1人の受験生から共通テストの得点が成績に反映されていないのではないかと問い合わせがあったことから、今回の事案が発覚と。いや、これさ、問い合わせしてなかったら分かんなかったわけだよね。子はどっちの受験生だったんだろうね。まあ合格してた方かな。新たな合格者となった受験生については6月5日に学長による認定を行い合格通知書を送っていたということです。うん、この受験生が入学したかどうかについては個人が特定されるとして明らかにしています。一方で大学側は受験生が入学した場合に今年4月の入学者と同時期に卒業できるように最大限の配慮と履修支援を行うほか、あ、そっか、遅れちゃってるもんね、単位ね。取れるのかな。4月に入学していれば負担する必要のなかった費用などについて受験生やその家族と相談の上、社会通念上相当の保証を行う方針です。まあ予備校料の料金かもしれないし、大学行ってたらその大学の入学金かもしれないですよね。学長は当該合格者の進路に極めて大きな影響を及ぼす事態を起こしたことにより、ご本人やご家族をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことにつきまして深く反省するとともに、このことの重大性を厳粛に受け止め、新潟大学を代表して心よりお詫び申し上げます。本学としましては検証チーム を設置し、入試業務の細部にわたり徹底した検証を行いますと。検証の結果を踏まえ速やかに再発防止策を策定し、今後二度とこのようなことが生じないよう誠意再発防止に取り組んでまいりますとコメントしています。いやー、それでできるようになるのかな。まあわかんないですけど、もしかしたらできるのかもしれないですが、はい。まあやっぱりこういう採点ミスっていうのもね、よく起きますよね。てかもう毎回のように起こってますよね。必ずと言っていいほど毎年起きます。まあ良かったですね。開示ができる、まあ不幸中の幸いという言えるのか分かんないですけど、開示ができるっていうのはとても大事でね、昔はそんなことすらなかったからさ、こういったことが出てきて、いろいろと受験生に情報が行くとかね、あの模範解答がね、行くとかっていうのもね、大事なことだと思います。模範解答って昔出てなかったですからね、多くの大学。そういった面では良くなってるかもしれませんが、ね、出題ミスに、こういう、ね、採点ミスとか、なくならないよね。なんとかなくなってほしいと思います。本当に受験生のこと思うとね。ぜひとも気をつけていただければと思います。大学関係者の皆様にはどうなのかな、なくなるかな。でもそれじゃあね、そんだけじゃなくならないかな。また来年も出るだろうね。何かしら起こってしまうっていうのは悲しいかな。避けられないんだよね。残念ですけど、はい、どう思いますか。皆さんぜひコメント欄でお聞かせください。数学の選択を入れなかったっていうのは初めて聞いたかもな。はい、ご視聴ありがとうございました。テキポコチン。